こんにちは、ダイゲンです。今日はですね、料理動画をですね、美味しく撮るためのコツ2つだけご紹介したいなと思います。で、特にですね、今回の動画は見ていただきたいのは、飲食店で働いてる方に見ていただきたくて、今ね、コロナの影響で、客足がちょっと少なくなってしまってる飲食店がすごく多くなってきてるっていう風にお聞きしてます。そんなお店に対して僕からできることって何があるかなっていう風に考えたときに、動画をね、一店舗一店舗撮りに行くっていうのは、まあ難しいかなと思うんですが、動画の撮り方を、お伝えして、それをね、皆さん個人で、実践していただければ、そのコロナが収束した時に、お客さんがね、またたくさん来てもらえる、お店にできるんじゃないかなと思って、この動画を撮ってます。で、僕自身はすごい、外でね、ご飯食べるのも大好きで、ラーメン屋さんとか、蕎麦とか、うどんとか、しゃぶしゃぶとかね、串カツとか、いろいろ外に食べに行ったりするんですけれども、まあ家でね、もちろん料理するのも好きで、夜ご飯自分で作ったりもするんですが、今ね、このタイミングで、もしね、客足がちょっと少なくなってるお店があったら、例えば、仕込みの時間がちょっと30分短くなったとか、締めの作業が、まあ、1時間ちょっと短くすることができたとか、っていう時間を、ポジティブに捉えて、外に発信するためのスキルを磨いたり、そのね、動画自体を作ったりする時間に当ててもらっても、まあ、今後のために、なるんじゃないかなと思ってます。なので、今日は本当に、動画を作ったことない人向けですね。本当に、初級向けに、もう誰でも作れる、誰でもできるような内容で、ポイント2つだけお伝えするので、ぜひこれ動画見ていただいて、実践していただければなと思います。もし、役に立った際には、ご飯をおごってもらえれば嬉しいなと思います。まあ、それは冗談なんですけど、じゃあね、早速内容入っていきたいなと思います。で、今回ですね、撮影する機材なんですけども、ここにね、ずっと見えてると思うんですが、スマートフォンだけでいけます。で、スマートフォンとですね、できれば、三脚を、があった方がいいかなと思います。料理してる時にね、こう、包丁で切ってる時に、カメラ持てないと思うんで、三脚だけは用意してもらった方がいいかなと思います。で、今僕が使ってるのは、マンフロットのピクシーエボっていう、三脚、ミニ三脚を使ってます。まあ、何でもいいです。ピクシーエボでもいいですし、これよりもっとちっちゃいピクシーっていう三脚もあるんで、そっちでも結構です。で、レビュー動画僕の、チャンネルに出してるので、よかったらね、そっち見てもらったらいいんですけど、だいたいね、2000円から3000円ぐらいで買えます。で、あとはね、スマホを挟むための、こういう、なんだろう、クランプっていうのかな。こういうのも1000円ぐらいで買えるんで、このセットだけは最低ちょっと購入していただけると、撮影はスムーズにいくかなと思います。で、持ち出しね、最初にかかるお金、この2つだけになります。で、カメラはで、何でもよくて、手持ちのスマートフォンでもいいし、もしね、ビデオカメラとか持ってる方はそっちでも全然結構です。じゃあまずね、ポイント2つお伝えしたいなと思います。1つ目は、ライトです。ライトはめちゃくちゃ大事で、まあ、料理動画に限らず、外で撮影するときとかもそうなんですが、太陽の位置とか、光の位置、影の位置なんかを、計算しながら撮影することが非常に大事です。で、食べ物の動画、料理動画に関しても、どこに、自分のお店のどこにライトがあるかっていうのを、考えながら撮影していくことが非常に重要になります。で、僕ね、今、ここ自宅なんですけれども、自宅ですごい生活感があって大変、お見苦しいと思うんですが、今この撮影してる環境はですね、ライト、今、ここに2つあります。白熱灯のライトかな。ここに2つと、もうちょっと前にいてね、ここに2つあるんですよね。なんで、一番明るいのは、もうこの辺が、もう一番明るいポジションになります。なので、ね、本来はこの辺でカットしたり、なんか混ぜたりするのがいいんですが、ここはちょうどシンクになってるんですね、今、ここの下が。なんで、ここ、明るいところの横で撮影するようにしたいなと思います。で、どうしても、そのキッチンとかお店の明るさが足りないっていう場合もあると思うんですが、そんな時はですね、僕はいつもこういうライトを使って自分の顔に光を当てたり、料理に光を当てたりして撮影したりするんですが、まあ、ここまでね、こういうのは買わなくていいので、お店とか自宅にある懐中電灯とか、これ防犯用のラジオついてる、
ライトなんですが、こういうライトでも全然 OK です。でこんなんでね、顔とか料理とかに光を当てて OK なんですが、これだとね、光がもうポイント、もう顔なら顔にズバッと当たりすぎてしまうので、そんな時はこういうコンビニの袋とかを用意していただいて、中にこのライトを入れて光をね分散させます。でそうするとこうやって当てた時もさっきみたいにね、光がブワッとなんなくて、光が分散していい感じに撮れるようになるので、これ使ってみてもらえればと思います。これだったらねお金もかかんないんで、すごい便利に使えるかなと思います。でこういうのを料理に光を当てながら撮影していくんですが、まあ、これも手持ちだと大変なので、なんか適当な台とか、これなんだミキサーなんですけど、ミキサーのとかにパッと置いて、まあ、なんとなく光が当たるような感じで撮影してもらえればいいかなと思います。で意外とね、何もやんないよりも、まあ、若干でも光当てた方が綺麗に撮れることもあるので、ぜひねこういうのやってもらえればと思います。でスマートフォンは多少暗くても撮影できるんですが、暗ければ暗いほどカメラの方で頑張ってしまって明るくしてくれるんですけど、そうするとね映像にノイズが乗ってきてしまって、ノイズが乗っちゃうと食べ物あんまり美味しく見えなくなっちゃうと思うので、できればね暗い場所で撮影するときは光を足してあげた方が美味しそうに撮れるかなと思います。ぜひやってみてください。じゃあポイントの2つ目いきます。2つ目はですね音です。音、1つ目は光だったんですが、2つ目は音です。で音ってどういうことかっていうと、例えばですね冷蔵庫の駆動音とか飲食店結構すると思うんですが、まあ、そういうことですね。そういうブーンっていう音とか、まあ、これは変えられないと思うんですけど、例えば空調の音ですね。空調は自分だけが我慢すれば OK なんで、まあ、寒すぎなければもう消しちゃった方がいいと思います。音がねなっちゃうんで。であとは換気扇の音とかですね、そういうのもなるべく止めてあげて撮影した方が音は綺麗に撮れます。で食べ物を作ってる時のあのトン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 っていう音とか、食べ物を焼いてる時のジューっていう音とかっていうのは結構ね重要になってきます。それを聞いて食べ物の味とかを想像します。でさっきね一つ目のポイントでお話しした光っていうのも美味しく見せるための、視覚で見せるための重要な項目で、料理動画で動画で伝えられるのって視覚と、まあ、聴覚ぐらいになってくると思います。触れもしないし匂いも感じられないので、この目で見て楽しむで、音で聞いて楽しむっていうところの2つのポイントだけを気をつけて撮影していただければ上手に撮れるんじゃないかなと思います。ではね、一つ、サンプル動画を作りたいなと思います。1分ぐらいのね、ちょっと短いやつを作っていきたいなと思います。じゃあ、この iPhone で撮影して、で、できた動画は、動画の一番最後に見ていただこうかなと思います。じゃあね、ちょっと撮っていきます。で、カメラね、ちょっと水平になるように、まあ、若干でいいんで意識してあげるといいかなと思います。はい。こんにちは。大元キッチンにようこそ。今日はですね、こんにちは、大元食堂にようこそ。今日はですね、ご覧ください、こうくんで、今インカメラで撮ってるんですが、インカメラで撮って、アウトカメラの方がね基本的に、カメラの性能いいと思うので、自分で喋ってる時はインカメラで、料理を撮る時はアウトカメラで撮ってもいいかなと思います。一回止めてこんな感じでね、よいしょ、今ここに置いて撮ってます。じゃあ早速このコウ君開けていきたいなと思います。僕の自宅はですね、ここにコンロがあってですね、こっちはライトここにしかないのでちょっと暗くなっちゃいます。なのでコンロの上のここの照明とかも、ね、しっかりつけてあげて明るさを確保してあげたらいいかなと思います。こうね、でちょっと見切れるんですが、こっちで、撮影していきたいと思います。
よし、完成しました。じゃーん、見えるかな。今日はコウくんの、ぜひねご自宅でも試してもらえればと思います。ビールと一緒に飲みたいと、シンハービールと一緒に、食べたいと思います。じゃあまたやってみてくださいてな感じで撮ってもらえればいいかなと思います。で、撮影に関してはもう本当にそこまでこだわらなくていいと思います。ただね、三脚だけ使って固定で撮って調理していく過程を皆さんに見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、顔も出してもいいし、出さなくてもいいと思うので、自分のできる範囲で、やってもらえればいいかなと思います。で、最初の1本がですね、動画ってすごいハードルが高くて、時間もかかります。ただね、何回もやってるうちに、その動画の撮影のスピードで編集のスピードっていうのもどんどん上がっていくので、ぜひね、1回目は難しいんですけど、2回目、3回目と何回もね、動画撮っていただければ嬉しいなと思います。で、最後に、動画編集なんですけれども、編集も全部スマートフォンで OK です。で、先日ね、大川祐介さんっていうビデオグラファーの方が使っていた、ビデオリープっていうアプリケーションを使って、簡単に、編集していこうかなと思います。ちょっと一緒に見ていきましょうか。今ね、この画面が、ビデオリープの、画面になってます。で、これはね、基本的に、無料で使えるんですけれども、この中に入ってる BGM とかを使う場合は、有料になっちゃうんで、まあ最初に無料のバージョンで使っておいてもらっても全然いいかなと思います。下のプラスをタップしてメディアを追加なんで、今撮影した、この、大元キッチンの動画をいくつか、行きましょう。こんな感じでね。で、これで再生すると、こんな感じでね、もうすでに、さっきのやつがもう見れるようになってて、で、あとはですね、この長さはタップして、グググググッと持っていくと、好きな長さにできます。ここはもう、この部分全然いらないんで、間違ってる。大元キッチンじゃなくて、大元食堂って言いたかったみたいですね。なんで、いらないところをカットしていきましょう。こんな感じでね。あ、違うな。そこはカットして、こっからかな。っていう風に言ってますね。大元食堂にようこそ言ってるんで。で、あと、こうやって、後ろの部分もいらなかったらカットして、こんな感じで、つなげていったら OK です。で、あとはですね、使うところといえば、テキストを使うかなと思います。こんな感じでね、フォントのところを押すと、もう一回やりましょうか。あ、この、テキストのところを押すと、もうこんな感じでテキストが入るようになってて、ダブルタップ、ソーセージとかって入れてみますか。ソーセージ。これでもう、テロップが入ってます。こんな感じね。で、このテロップはエフェクトとかも加えられて、エフェクトやると、ファイヤーとか、ネオンとか、電気とか、いろいろあるんで、電気にしておきましょうか。とりあえず、電気にして。で、あとね、シールっていうのもあって、これスタンプみたいなやつかな。アメージングみたいな。こういうのも入れられたりします。ちっちゃくできるかな。ちっちゃくできたり、ちょっと傾けたりもできます。はい。まあ多分ね、こんなところが使う機能かなと思います。本当にね、スマートフォン一つでパパパッとできるんで、すごいなと思います。これ本当いいタイミングで紹介していただいた大川祐介さん、本当ありがとうございます。で、最後に、右上のね、書き出しボタンを押して、で、解像度なんですけれども、多分ね、スマートフォンで撮影してるとき、1080p で撮影してると思うんで、1080p にして、で、フレームレートも多分30になってると思うんで、30で書き出しするといいかなと思います。で、あとはね、写真ボタンを押して書き出しするだけで OK です。ちょっとね、今、不要なところもいっぱいあるんで、後でね、カットして、この動画の最後に、見ていただければと思います。
というわけで、ちょっと長くなりましたが、本日はですね、料理動画の撮り方でポイント2つだけお話ししました。1つ目は、光の位置をしっかり確認して、料理がね、美味しそうに見えるように、撮影してくださいっていうことでした。で、光がもし足りなかったら、これね、懐中電灯とかで OK なんで、光を足してあげて、で、懐中電灯は光がもう直接的になって、そこだけパンってなっちゃうんで、こういうコンビニの袋とかでディフューズ、光を拡散してあげて、ちょっと美味しそうに見えるように撮影してあげてください。で、もう一つは音ですね。で、音はですね、iPhone はすごい音が良くてですね、普通に撮ってもめちゃくちゃ綺麗に撮れます。で、他のスマートフォンちょっとわかんないんですけど、iPhone はかなりいいです。ただ、やっぱりエアコンの音とか、空調の音とか、なんだろう、さっきまで洗濯機動いてたんですけど、洗濯機の音とか、そういうあんまりなくていい音で消せるものは消してあげて、焼ける音とかね、切る音とか、聴覚にね、訴える映像を作ってあげたらいいんじゃないかなと思います。ぜひね、一緒にこの、暗い日々を、僕が提供できるのは動画っていうツールなんですけれども、皆さんもね、いろんなツール持ってると思うんで、助け合いながら乗り越えていけたらいいかなと思います。売り上げが上がったらラーメンを買ってください。ということで、この動画いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、拡散してもらえると嬉しいです、この動画。多分いろんな人が、求めてると思うんで、ぜひね、この動画拡散してもらえたら、嬉しいなと思います。で、チャンネル登録してもらって、引き続き、来源 TV を、よろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。ビール飲むから。これ、今から、おつまみにして飲みます。それがやりたいがためにソーセージを焼きました。じゃあまた次の動画で会いましょう。ではまた。こんにちは。大元食堂にようこそ。今日はですね、ご覧ください。こうくん、このソーセージを美味しく焼いていきたいなと思います。じゃあ早速、このこうくん開けていきたいなと思います。5本、全部食べようかな。じゃあこれに切れ込みを入れていきましょう。1,2,3,4,5 途中からね、めんどくさくて3切れずつにしました。卵焼き器で焼いていきます。では、いい感じに焼けてきたので、ガーリックスプレッド入れていきたいなと思います。これ入れたら美味しくなるんですよね。めっちゃいい匂いしてきた。美味しそう。どうですかこれ。完成しました。じゃーん、見えるかな。今日は、こうくんのガーリックスプレッド焼き、スプレッドだっけ？ガーリックスプレッド焼きをやってみました。ぜひね、ご自宅でも試してもらえればと思います。シンハービルと一緒に、食べたいと思います。じゃあまた、やってみてください。